三田城は、兵庫県三田市屋敷町、天神の周辺にあった、日本の城。安土桃山時代以前の三田城については、不明な点が多い。江戸時代以降は、領主となった久喜家が無常主であったため、三田神屋と称された。しかし、藩町である三田神屋は、それまでの旧三田城を取り込んで構築され、 矢倉や石垣などは築かれなかったものの、城郭に匹敵するほどの規模であった。三田の地は、摂津国、張馬国、丹波国を結ぶ要衝の場所で、有馬軍の中心として、古くから栄えていた。軍内には、有馬温泉があり、これが、再三にわたり激しい戦力争いが行われる、きっかけともなった。三田城の前身と言われている車世城がいつ頃、 築城されたのかは、はっきりしておらず、摂津ありまから、久喜市に城主が変わり、やがて城下町がある、三田城、もしくは三田陣屋に変化している。南北朝時代に、赤松市が、有馬郡軍に侵入、その後赤松市の一族であった有馬市が、有馬郡軍を領有していた。その頃は、三田の中心地は中世三田城東の上城で、 赤松氏則が築城したと言われている。その後、有馬義介が有馬軍の守護になる。三田城の周辺には、近神寺があり、この寺は当時大きな勢力を持っていたと言われており、この周辺の支配の拠点があった可能性を示唆している。発掘調査から、兵庫県立有馬高等学校の校内の増築工事に伴い、近心寺の礎石跡が発見され、 当初の近親寺は、屋敷町から中世三田城に広がる大寺院であったことが確認された。東、野上城の山城から三田城に下ってきたのは、有馬軍が安定していたからと思われている。有馬市は、有馬義助から始まり、赤松諸課題系図には、とあり、これ以降有馬市が、有馬軍を領有するが、居城がどこであった、確かな資料はない。 三田城の築城時期に関しては多説あり、どの説が正しいのかは不明である。三田城氏によると、車世城を築いたのが、有馬村州としている。また1582年に、山崎平野が城主だった時に、家臣の車世正衛門が縄張りをしたので、車世城と呼ばれるようになったとも伝わっている。江戸時代初頭に、島と場から天保を命じられた区氏は、 旧三田城に藩庁を置いたが、重大藩主の茎、高くには、車瀬城主、茎高くになる落款を使用している。このことから、車瀬城は、現在の兵庫県立有馬高等学校及び、三田市立三田小学校を中心とした旧三田城の別称と考えられる。その他、向こう側には、今も、車瀬橋の名が残っている。また、 三田志氏によると、有馬乗影が車瀬に館を作ったのが、始まりと申されている。荒木平太夫が二万国で漁師三田城を築城、近新寺周辺を城下町に整備したとも言われている。荒木村重西絵図、伊丹市立博物館像、久喜吉高画像、上安寺所蔵兵庫県立有馬高等学校の校舎、有馬国衆の時に、 荒木村重の支配下に入るが、1575年に、不義の疑いがかかり自陣して果ててしまう。有馬氏の着流はここで耐えてしまう。その後三田城には、荒木氏一族の荒木平太夫が入城する。しかし、有岡城の戦いで、村重が、織田信長に背くと、1578年に、橋場秀吉、明智光秀、 筒井白らの武将に攻められ落城したようである。その後池田市、三好新吉が三田城の城主となったが、1582年に大見国から入宝した山崎変野が2万2000国で、ついでその息子、山崎家盛が城主となり、三田城を集築した。 1600年関ヶ原の戦いで、山崎江守は西軍に加担したため、稲葉国若桜鬼ヶ城へ天保となる。次に、三田城の城主となったのは、東軍に属した有馬支所流の有馬則友で、大御城を居城としていたが、翌1601年に二万国で入城した。だが1620年、有馬豊市の時、久留米藩に21万国で違法となり、 摂津有馬氏の三田支配は終焉を迎える。次に三田城の城主となったのは松平重直で、では国城山城から1626年に入城した。しかし、6年後の1633年に文護国の竜王城へ違法となる。三田を池三田城の南側に位置し、船を浮かべて訓練したと言われている。その後、同年喜水軍で、 名が通っている、久喜久高が、島国の賭場城から、三田城に三万六千国で変わってきた。明治維新まで、約二百六十年続いた久喜時代の始まりである。久喜氏は、木の国久喜浦から出た豪族で、久喜吉高は、織田信長に仕え、毛利水軍を破り、名を挙げていた。関ヶ原の戦いでは吉高は西軍に、 この区期森高は東軍に属して、親子の争いになり、東軍の勝利後には、父の除名を願い、許されたが、父は自陣した後だった。戦功により森高は、賭場上で五万五千石の大名となった。森高はその後も、大阪冬の陣では水軍を率いて、海上封鎖し、また陸戦においても、野田、福島の戦いで武功を挙げた。 森高が1632年に亡くなると、家督争いが起き、4男の茎久高が継ぐことになったが、六高を減らされ、三田藩に移された。また三男の茎高末には、新規に二万国を与えられ、丹波国綾部藩の上司となった。日本城郭体系によると、六高こそ、宗家側が多かったが、幕府が森高家を優遇し、 吉高家を礼遇したことが理解できるとしている。この時代、すでに水軍は必要とされなかった上に、新規築城は武家諸法刀など爆法により認められなかったため、全領主の松平氏の館を引き継ぐ形で、班長である、小建を中心とした、三田神谷を本拠とした。三田神谷には、大池と呼ばれる池があり、 水軍としての技術を忘れないため船を浮かべて訓練したと伝えられている。また、十代藩主、久喜高には、三田藩中高の外も歌われ、蘭学への関心、理解が深く、後に、日本の科学の外も歌われる、川本美幸美乳を抜擢、育成した。高には、城主角に昇格したが、江戸幕府は引き続きどころを陣屋として扱った。最後の藩主、 久喜隆義も、洋楽を進め、男子の服装を洋服に改めたりした。椅子、テーブルを使い、パン作りなど、範をあげて近代化に取り組んだ。明治維新まで存在していた、三田城の跡地には、現在兵庫県立有馬高等学校及び、三田市立三田小学校の敷地となり、石碑が立っているのみで、城石を思い起こす、建造物は存在しない。三田城一図。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成三田城は、向こう側の右岸に張り出した、三田丘陵に張り出した絶城を利用して建てられ、北、東、南側が約20メートルの崖になっており、天然の溶岩の地であった。四角部分は100メートル150メートルの長方形で、東に一箇所。 西に2箇所をそれぞれ空堀で区画して配置している。空堀の規模は埋め立てられて明確ではないが、幅10メートル、深さ5から10メートルを測る。四角の両側の空堀は屈曲しており、横屋がかかるような防御施設ではなかったかと思われている。周辺には、堀跡があり、家老屋敷、武家屋敷、歴代藩主の墓碑も残り、城下町の姿を現在に伝えている。 三田城は、兵庫県立有馬高等学校の体育館の改装工事に伴う発掘調査で、三面にわたる火災面と整地層が確認され、三段階の改修が行われたと考えられている。各それぞれの遺構、遺物が検出されている。中世三田城時代とは、車頭城時代ではないかと考えられ、兵庫県立有馬高等学校あたりに、古城という名が残っている。 遺物などから16世紀後半と考えられ、遺構としては、堀、祖石建物、井戸、単野路、池城遺構、石組遺構が検出され、遺物としては、丹波焼、備前焼、瀬戸焼の他に、聖寺湾、聖火湾、皿などの輸入陶磁器が出土している。近世三田城時代の遺構としては、石組井戸が検出され、遺物としては、 山崎市の家門入りの木瓦が大量に出土した。三田半神屋の遺構としては、建物跡とゴミ穴のみが検出された。兵庫県三田市立三田小学校の校舎、体育館などの建て替えに伴う、数度の発掘調査では、建物跡を示す、祖籍遺構や、池上遺構、ヘッツイーシさらに、茎シーゼンのものと推定される、小堀跡が検出されている。 序城の検出から、旧三田城の城域に、新たな知見を与えるとともに、陣屋、おたてが数度の増築、改築、建て替えが行われたとも推定される。久喜市は、無城であったため築城こそ許されなかったが、久喜市以前の旧三田城を取り込んで、さらに拡張し堀を巡らすなど、大規模な陣屋を構築している。 藩内の人々からは、三田城と呼称されていたとも伝えられている。十代藩主、久喜高区には、城主閣に昇進するが、幕府の規定では、城主閣には、築城が認められていないため、引き続き、三田陣屋と交渉される。三田町図や、三田小地図、摂州三田図絵によると、三田城陣屋は、まず、本町通り付きあたりをここに仕組み抜き門を設け、 さらに進むと桜の馬場がある。馬場沿いには船倉、おしも屋敷、藩校、大手門があり、門内にはない馬場と馬や番所がある。ちなみに、おしも屋敷は、藩主やその配偶者の隠居所、また、藩主の子女、即室の生活の場であったようである。資料によれば、歴代藩主の中で92歳という長寿を遂げた八代、藩主。 久喜高志や十一代藩主、久喜高則が隠居後の余生を、押下屋敷で送ったことが確認できる。現在、押下屋敷の遺構として、月山、灯籠が、元の場所に、黒門が、三田四天神に所在する、近神寺の三門として、それぞれ依存している。大手門により、緩やかな坂道を進むと堀があり、堀に架か,かる橋を渡ると、神野標五門へと至る。 神屋は、四方を水堀で囲まれ、半長である御立や、長屋、板書、大工小屋などで構成されていた。お立ては、三田お立てし図によると、五式台、五玄関、内玄関、お広間、五小書院、五大書院、お居間、五難度、五標法場、お風呂場、五時計館、お焚き火館、広間、夕筆部屋、五茶書部屋、五料理書、台所、五安部屋、 ご官上書、ご茶所、お上台所、お下台所、お魚部屋、ご茶館、ご三の間、物置、ご曲、ご主殿などの書部屋が設けられている。しかし、身立ちには反省にかかる実務を取り行う、御用部屋、過労詰所書などが見当たらない。これらの表情機関は内堀を挟んだ、神谷北川の二の丸に存在し、二の丸は、長屋で囲まれた中に三棟の建物で、 構成されていた。二階建てであったとも伝えられている。さらに、原文四年十月には、二の丸内にあった、藩士の子が野郎の屋敷を召し上げて、豪快所を設けている。資料には、大屋敷大名町民屋敷下され、ゼまで、居屋敷建具家かを置かれる、長屋は、そのまま差し置く、は青ぐつけかるとあるので、豪快所の設置に際して、 長屋の他は新築されたようである。その他の施設として、二の丸には竹小屋があった。二の丸の東には空堀を挟んでご茶屋が設けられている。ご茶屋の東西南は堀に囲まれ、北は断崖状となっており、その崖上端に茶屋の建物がある。さらにご茶屋内には、門や屋来、内堀があり、非常に堅固な様相を見せ、 単なるご茶屋としての性格には止まらず、一丁ことあった際には、本丸の役割を果たすようになっていたのではないかと、考えられる。大分県九州郡九州町の森神屋の、公用のご茶屋や天守に見立てたとされる、正方老と性格を一にするものかもしれない。ご茶屋の東には、空堀を隔てた閣内に、武器庫と土蔵があり、閣内北西閣には、天守跡、古城と、 吹きシーズンには、天守が存在したことを示唆している。天守跡とあるあたりには、昭和10年代から20年代まで、土壇のような形状が依存していたとのことである。さらに、空堀を挟んだ角内には、炎症像,像と、古城稲荷社、姫子稲荷社があった。三田古地図には、現在の有馬高校グラウンド付近に、赤門長屋を備えたお下屋敷に準ずる御用屋敷が、 示されている。大池の南側には、武家屋敷が整然と並んでいた。三田城神屋の東側には、向こう側があり、白神屋との間には、町屋が作られていた。なお、武家地と町屋の境には、木戸が設けられていた。向こう側を外堀として、総構えの形式をとっていたと思われる。三田の城下町、神屋町の形成は、 寛永十年の久喜久高の三田入法により、市街地の形態を整え始めたとも伝えられているが、久喜市以前の松平市、有馬市、山崎市時代から徐々に形成されたとも考えられる。万治元年には三田村より三田町として分離され、桶屋町、新町、北町西組、北町東組、本町西組、本町東組、 南町西組、南町東組には、それぞれ、軌道が設けられていた。三田城変えず、個人像三田城変えず、個人像三田こ地図の案内看板。ありがとうございます。